翔平がダメ押し34号ソロロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手30が現地時間5日のフィリーズ戦に1番指名打者でフル出場。第4打席で34号塁打を放った。フィリーズ先発は今季11勝を挙げている右腕のラ。初回の第1打席はカウント2から1から内角のフォーシームを打ち上げ、三者比に倒れた。2点を追う3回裏、アンディ・パヘスの敵地に塁打で1点を返し、なおも無四球三塁という状況で、第2打席を迎えると、真ん中付近の初球フォーシームをフルスイング。高く上がった打球は、あと1伸び足りずよくフェンス前への右飛となるも、義肥で同点の走者が生還。続くて、オスカー・ヘルナンデスが24号にランを放ち、逆転に成功した。5回裏の第3打席は、カウント3から0から、真ん中低めのフォーシームを引っ張り、右翼線への二塁打。3番、フレディ・フリーマンへの5球目で三盗に成功し、今季32個目の盗塁を記録した。そして1点リードで迎えた8回裏、先頭打者として迎えた第4打席は2番手左腕、バンクスと対戦。カウント1から0から、真ん中付近に甘く入ったチェンジアップを振り抜き、左中間スタンドへ。3試合ぶりの34号ソロで貴重な追加点を挙げた。この試合の大谷は3打数2安打、1塁打、2打点、1盗塁の活躍を収め、今季成績は打率309、34塁打、オプス 1.028 に上昇。対フィリーズでは初となる塁打を放ち、カージナルスを残して29球団を制覇。ナショナルリーグ塁打部門2位のオズナ、ブレーブスとの差を2差に広げた。